はい、皆さんこんにちは。マネック証券のハチこと岡本平八郎です。この収録は8月6日の朝午前中に行っております。昨日の引けまでにですね、 S&P500 は史上最高値を更新しました。7月16日から 8.5% ほど下落しています。今日はですね、これまでの米国株の下落の背景、そして今後のマーケットの行方を考える上での考え方などについてお話をしたいと思います。最初に結論を申し上げておきますと、今回の下げというのは一時的なもので、あくまでも一時的で、年末の S&P500 はこれまでの私の目標であります5700ポイントを目指して上昇を再開するというふうに考えています。ではまずこれまでのところなんですが、そもそも今回の世界的な株価の下落、これはアメリカ初というよりも日本初だと思っています。ということで、最初にアメリカ株の話の前にですね、日本株が取った動きについておさらいをしてみたいと思います。まずは日経平均のピーク、これがですね7月11日のことなんですけれども、ザラバ中の高値 42,426円の高値をつけました。でその後下落に転じたということなんですが、一方 S&P500 なんですが、こちらはですね、その後の7月16日、日経平均が7月11日に高値をつけた後下落を開始したと。 S&P500 は7月16日に高値を更新して下落を開始しています。ですから今回のマーケットの調整というのは日本株の下げから始まってるんですね。では何が日本株の下げをトリガーしたかというところなんですが、これも皆さんよくご存知の通り、為替市場でですね、これまでの円安ドル高のトレンドが変わってきたということです。ドル円が7月3日にですね161円95銭で、ドルが高値をつけた後、円高ドル安と流れが変わっていったわけです。日本では先週利上げがありまして、円高の流れが加速しました。日本では利上げがありましたけども、今年に入ってですね、実は世界では過去3ヶ月間の間で35の中央銀行が利下げを行っていると言われています。日本だけ世界と逆の動きをしているわけです。で、大円でドルが売られる中ですね、日本株が下がるという流れとなったわけなんですが、私は今年に入ってこれまで日本株が上がってきた理由っていうのは、一言で言うと為替が主な理由と。昨年末141円でしたドル円がですね161円まで超えてきたわけです。円安ドル高によるところが、日本株の上げはねとても大きいと思っていましたので、今度はドルが売られてくると、これまでの逆が起きたわけですから、これまで上がってきた日本株が売られるというのは非常に教科書的で分かりやすい展開だと思っています。では海の向こうのアメリカ株の話になりますが、年初からですねアメリカ株の上昇のドライバーはマグニフィセント7、もしくはガーファムといったようなキーワードに代表されます時価総額のとても大きなアメリカのグローバル企業の株価の上げによるものでした。このマグセブンの株価の上昇はファンダメンタルズ、つまり企業業績にサポートされたものであり、 AI っていうテーマにもフォーカスがいってですね、今後の成長は期待されるということで株価が上がってきたということなんです。ただマーケットではこの7銘柄がS&P500 の時価総額の3割を超えてきたということ、これは上がりすぎではないかと、これを問題視する懸念するようになってきたわけですね。でまた市場全体としては今年の米国株後半は利下げが行われるであろうと、ということで利下げに対する期待感もあり、マーケットはサポートされてきたというのがこれまでのところだったわけです。はい、経済指標です。先月7月11日に発表されました CPI、 消費者物価指数につきましては市場の予想を下回ったと。これを受けまして、マーケットはアメリカのインフレってのはピークをつけたのは間違いないだろうというふうに判断しまして、米国10年債利回りの下げがですね、これまで下げていたんですけれども、この下げが加速し始めてきたという展開となりました。でそこで株式市場ではですね、これまで買われてきましたマグセブンが売られて、代わりにこれまでマーケットを長い間アンダーパフォームしてきましたラッセル2000指数に代表されます小型株、
同じく S&P500 の中でもですね、イコールウェイトバージョン、こちらの S&P500 が買われてくるといういわゆるローテーションが起きたわけです。この理由なんですけれども、マグセブン以外の時価総額が相対的に小さい銘柄についてはですね、大型株と比べると負債比率が高いわけです。ですから金利が下がってくると負債の返済負担が減ってくるという考えで、まあ、小型株が金利が下がってくると上がるという傾向があるわけです。ですからこれまで買われてこなかった数多くの銘柄が上昇し始めて裾野が広がってきていると、これはマーケットにとってはですね、非常にまあいい展開が起きていたということなわけです。で、そういった理想的な動きがあった中ですね、突然嵐のような展開が起きたのが先週なわけですね。で、アメリカのマーケットでは9月に利下げが起きるだろうというのがマーケット内部のコンセンサスになっていたわけです。ただこれあくまでもマーケット内のコンセンサスで、まあ、思い込み的なコンセンサスであったわけなんですが、そういった意味でマーケットが必要としていたのは利下げを実際に決定できるディシジョンメーカーの FRB のパウエル議長の利下げについての、まあ、確証だったわけですよね。で、それが先週の水曜日の FOMC で FRB のパウエル議長によりますですね、9月の利下げを示唆する発言があったと。これを受けてついにやっとですね、マーケットとパウエル議長との間に一種のコンセンサスが出来上がったわけです。ちょうどいい心地よい感じになったわけですよね。で、実際利下げが起きるのはこれで間違いなさそうだと、まあ、マーケットを交換し、実際この、発表があった水曜日の S&P500 っていうのは 1.6% 上昇しているわけです。で、そんな次の日のことなんですが、このマーケットの方向性を大きく変えたのが想定外のアメリカの経済指標の発表だったわけです。木曜日に発表されました7月の新規失業保険申請件数ですとかですね、 ISM 製造業景気指数が市場の予想を下回り、景気はマーケットが思っている以上に実は弱いんではないかと、突然雲行きが怪しくなったわけです。で、 S&P は下げたわけなんですが、その翌日の金曜日に発表されました雇用統計についても市場の予想を大きく下回ったということで、マーケットはアメリカ経済の悪化を真剣に懸念し始めたわけです。ここでマーケットはパウエル議長との間で出来上がっていたコンセンサスに懐疑的になってきたわけですね。で、9月に利下げって遅いんじゃないかと、タイミングが遅いんじゃないかと、加えてこれまで9月の利下げっていうのは25ベーシスポイント 0.25% の下げで十分だろうと思っていたマーケットにとってですね、これひょっとしたらそれ不十分だとというようなこう思惑が浮上したわけです。こういった状況を受けてですね、マーケットはこれまでよりも大きな下げ幅の利下げを読み込み始めたわけです。 CME フェッドワッチによりますと、先週水曜日 FOMC の直後の段階では9月の50ベーシスポイント 0.5% の利下げの可能性は 14% だったんですが、翌木曜日になりますと 29% まで上がりまして、それが翌金曜日になると 73% まで上昇したわけなんです。ですから今度は思い切った利下げをしないとアメリカ経済は悪化するかもしれない、アメリカ経済はリセッションに向かっているんではないか、ひょっとするともう手遅れではないかという見方が支配的になってですね、いわゆる、安全への逃避っていうのが加速したわけです。債券が買われて株が売られるという典型的な、まあ、リスクオフの展開になったということなんですね。加えて対岸の日本ではですね、すでに、まあ、尋常ではない株価の下げが起きており、まあ、世界的な負の連鎖が始まったわけです。日本で株価が下がるとそれは他のアジアの市場にも波及して、今度は欧州時間になりますと欧州株が下落と、でそれを受けて今度はアメリカ時間で株が下落するという展開となったわけです。今度はアメリカ株が下落するとそれを受けて
翌日の日本株が下がるというまさに負の連鎖が止まらない状況となってきたわけですね。でこのところのリスク資産の下げを、加速した原因の一つと言われているのが円のキャリートレードなんです。円のキャリートレードっていうのはこれまで金利が異常に低かった日本で円を借りてその円を売って外貨を買って今度はこのその資産でですねその資金でリスク資産への投資を行ってきたファンド、それがですね先週の日銀の利上げによって日本の金利コストが上昇したためにですねそのトレードのアンワインドいわゆる反対売買が起きてきたというふうに言われています。具体的な規模は分かりませんけれどもそれなりの金額の取引はあったようです。はい、ここまでがこれまで起きてきたことの話なんですがここで今後の米国株の行方を考えるにあたっていくつか私が気になるポイントをお話したいと思います。で今回の米国株の下げについては米国企業のファンダメンタルズの悪化というよりですねテクニカルとセンチメントの要因で下げていると今の下げですねと考えています。でアメリカではですね第2四半期の決算発表が行われている最中なんですがこれまでの発表ですと前年同期比で 12.3% の増益となっています。この決算発表が始まりました、始まった前6月末時点の予想ですと 8.97% の予想ですから、まあ、事前予想をですね3ポイント以上上回っているというのが現時点でのアメリカの決算発表の結果となっています。そういった中で予想を下回る決算発表を行った結果としてですねその会社の株価が下がってもそれはあくまでもアナリストたちが作り上げたコンセンサスの予想よりも悪かったとそれで株価が売られる株が売られるっていうケースがあったということでこれは必ずしも前年比で業績が減益になったとか悪かったということではないわけです。あくまでもアナリストたちのコンセンスよりも良くなかったということなので、まあ、実際の業績の結果というのはお話をした通り全体で 12.3% の増益というのがこれまでのところになっています。で現時点での今後の予想なんですけども来期の予想は前年比で 6% の増益なんですがその後しばらくはですね前年比で2桁台の業績の伸びが続くことが、予想されているということになっています。で2つ目のポイントなんですが先週木曜日から、米国株の下げの原因なんですね。木曜日からのこれは先週の経済指標が予想を下回ったということで、まあ、リセッション懸念が浮上したということをお話をしました。ただ今回の雇用指標の弱さには特殊要因があると考えられます。ちょっと例外的だというふうに考えられています。でアメリカの南部ではですね7月にハリケーンベリルっていうのが襲ったわけなんですがその、経済損失トータルで推定なんですが280億ドル、これは約 4.1 兆円から320億ドル約 4.7 兆円に達すると言われています。特にテキサス州ではこの影響が非常に顕著でして、インフラそして農業、住宅に大きな損害が発生しました。BLS、これはアメリカの労働統計局ですけれども、これによりますと、ハリケーンベリルが今回の雇用統計のデータには影響なかったというふうに言ってるんですね。しかし、BLS の家計雇用調査っていうのがあるんですが、これによるとですね、天候のために154万人の労働者が全く働いていないか、パートタイムでしか働いていないということが判明しています。これは歴史的な平均を大きく上回っていると。で、一時雇用が、解雇された労働者の総失業者の、14.8%。これはですね、2年ぶりの高水準なんですね。多くの一時雇用っていうのは、テキサス州の、初期失業申請にも反映されていまして、来月発表される予定になっています、8月の雇用統計のデータに、こういった数字が反映されてですね、失業率というのは低下する見込みであるというような見方をしているエコノミストもいるんですよ。もしもそうであると、先週のアメリカ経済が悪化しているというのは、ひょっとしたら思い込みということになる可能性が高いというふうに思っています。よって今回のアメリカ株市場におけるリアクション
マーケットのリアクションというのは、これオーバーリアクションである可能性が考えられます。で、実際昨日ニューヨーク時間月曜日に発表されました ISM 非製造業の雇用指数というのは予想を上回る強い結果となっています。ですから投資家がこういったデータにですね、注意をしていき、リセッション懸念というのはあくまでも懸念であり、加えて過度のものであると判断すると、マーケットは落ち着きを取り戻すのではないかというふうに考えられます。ではここでちょっとだけ過去のデータを紹介したいと思うんですが、 S&P500 は先週木金そして今週月曜日の3日連続でですね、それぞれ 1% 以上下げています。実はこの木金月の3日連続で 1% 以上それぞれ下がるっていうのは非常に珍しい出来事なんです。1953年からですね、たった23回しか起きていないんです。ではその後にマーケットが S&P500 がどうなったかというとですね、その後はその翌日ですね、 59.1% の確率で S&P500 は上昇していまして、平均リターンはプラスで 0.94%、中央値ですと 0.27% プラスになってるんです。1週間後どうなったかと言いますと、1週間でマーケットがプラスになる確率は 68.2%、 確率が上昇します。加えて平均リターンは 1.38%、 中央値ですと 1.44% なんですね。そして1ヶ月後を見てみますと、この間マーケットがプラスになる確率っていうのは 77.3%、 かなり上がる確率高まってきてまして、この間の平均リターンはプラス 4.64%、 中央値で見ますと 9.6% の上げなんです。ではその後半年後を見てみると、 S&P500 がその間プラスになる確率というのは 86.4% とかなり高くなってきています。平均ではリターンはプラス 12.62%、 中央値でもプラス 11.92% ということですから、まああくまでも確率が高くなってくるということで 100% 上がるということではないもののですね、まあ言えることはマーケットが売られすぎるとこういった展開になりやすいということが言えるというデータになっています。でもう少し過去のデータの話をしますと、これは私がよくセミナーなどで紹介している事実なんですが、1930年からという非常に長いアメリカ株の歴史の中でですね、 S&P500 って 5% 以上の調整を年に3回行っています。そして 10% 以上の調整は年に1回経験しているんですね。ですから下落率を見ると、長いアメリカ株の歴史の中でこのくらいの下げっていうのは極めて普通のことなんだということは皆さん頭に入れておいた方が良いかと思います。でちなみになんですが、前回 5% 以上の調整があったのは今年の4月でして、前回 10% 以上の調整があったのは昨年7月末から10月末までということになっています。で参考までに、今回 S&P500 は7月16日のザラバ中につけた史上最高値、そこから 10% 下げたとしますと S&P レベルは5102ポイントあたりということになります。まあこれまでの調整によってですね、株価のバリュエーションが安くなってきたというような事実もあるということなので、まあ成長がある中株価が割安になった、これはやはりどこかで違う調整が入る、つまりまた正当な評価を行っていくことになるんじゃないかなというふうに思っています。ですから結論としては、7月にも史上最高値を更新した S&P500 がほぼ 10% 下げに向かって下がってきているわけなんですが、ここからもう少し下がったとしてもですね、それは限定的ではないかと。もっと大切なのは、今回の展開っていうのはアメリカ株の長期的なブルーマーケットの終わりではないということだと思います。では次に潜在的なマーケットのリスクについてもお話をしたいと思います。地政学的なリスクがエスカレートしています。パレスチナのイスラム組織ハマスの最高指導者のハニス氏が訪問先であったイランで殺害されたという経緯をめぐりましてですね、イスラエルの関与が疑われています。イランは反イスラエルで戦っている
親イラン組織のトップがですね、自分の国の首都で殺害されたということで、完全にメンツを潰された格好になっているわけです。そういった意味でイスラエルへの報復が懸念されておりまして、まあ、いつ攻撃が起きてもおかしくないというふうに言われています。まあ、これはすでにマーケットはこうフラジャイル、非常にこう脆い状況になっているわけなんですが、まあ、そういったマーケットにとっての新たなリスクであるということだと思います。またマーケットの懸念はですね、アメリカの大統領選挙なわけなんですが、まあ、これまでですね、バイデン大統領との比較でトランプ前大統領非常にまあ優位になってたわけなんですが、その後バイデン大統領が撤退を発表した後ですね、後任候補のカメラ・ハリス副大統領、彼女の支持率がまあ上昇して、まあ、トランプ前大統領の当選の、確率がこう低下し始めてきているという状況があります。まあ、そういった状況を受けてですね、トランプ前大統領、もともと過激な発言をする方なんですけれども、まあ、この過激な発言がエスカレートしていくと、まあ、それが結果としてですね、金融市場を探すような展開になるのではないかということで、まあ、これもリスク要因の一つというふうに考えておったが良いと思います。あとですね、歴史的に大統領選挙の年の8月から10月にかけてはですね、アメリカ株っていうのは暴落がなかったとしても市場のこうボラティリティが高まる傾向があるんですね。まあ、そういったこともあり、まあ、選挙戦でですね、トランプさんの過激な発言であるとか、対外的な政策について、これを、まあ、マーケットが懸念する可能性というのは高いのかなというふうに思っています。最後になります。株価は大きく下がっていて、皆さん辛い局面を過ごされていらっしゃると思うんですけれども、アメリカのマーケット、これはブルーマーケット終わったわけではないというふうに考えています。そして株価が上昇に転じるの時間の問題だと思っています。ということで、今回マーケットのおさらい、それからちょっと今後の考え方について、ご紹介させていただきました。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。